大会ちびっこのみんなもうちょっと待っててくださいね。さあ有吉選手、このステージのご登場はちょっと久しぶりになりますでしょうか。今シーズンは初めてですか、はい、そうなんですね。今日はオールフォー千葉デーということで、やっぱりこう千葉県出身の有吉選手としてはこの千葉のユニフォーム気合が入るんじゃないですか。どうですか。そうですね、千葉出身としてはこういう町性があるのでいいでしょう。気合入ります。いいですね。さあそんな有吉選手に八谷さんもちょっと聞いてみたいこととかありますか。そうですね、はい、私今日始球式をそうですよねいただくんですけど、はい、今日実は3回目でして、もう他で2回経験があるんですね、はい、過去の2回はちょっと残念な結果だったので、はい、そうだったんですか。そのマウンドってこう1回しか投げられないじゃないですか、はい、やっぱりちょっとこう緊張してしまうんですけど、なるほど、こう何かポイントやコツがあれば教えていただきたいぜひお願いします。はい、2回目は左の方に行ってしまいました。なるほど、はい、まだ分からないんですね。真ん中に行きたいんですけど、はい、どうでしょう。まあ、しっかり、はい、まあ、キャッチャーの方だとしたら、はい、しっかりキャッチャーの方に向いて、まずまっすぐ立つ、はい、ちょっとなんかやってみてもらってもよろしいですか。なんとなくこうモーションを、すいません、まっすぐ立つ、はい、まっすぐ立つとまっすぐ甘いですね。あ、方向は変わってくる。なるほど、しっかりまっすぐ、そうですね、始め立つところから、はい、ということですね。はい、八谷さん、それを聞いてどうですか。うまくいきそうですか。いや、ちょっと多分緊張はすると思うんですけど、はい、一生懸命頑張りたいと思います。はい、ぜひぜひ皆さん八谷さんのね投球も期待していてください。します。さあ今日はですね、札幌生ビール黒ラベルデーということでいろんなイベントがありまして、こちらでは今じゃんけん大会を行ってるんですが、有吉選手他にもなんか気になるイベントとかってありますか。